こんばんは、ジェリーです。お箸休めのお時間でございますよ。ロックンロール大好きな人には申し訳ないんですけど、今からジェリーの曲4曲だけ、ジェリーの曲をやります。全部で4曲です、うちのバンドはね。だからご心配なく、本当にもう1曲用意してるけど、どういう意味か分かりますよね。ジュリーの、初期の曲を中心に、お送りしたいと思います。くれぐれもですね、若くて美しいジュリーを思い浮かべないように今のジュリーで比較していただきたいと思います。それではお送りします、危険な2人という曲からです。申し訳ございません。もうお気づきだと思いますけど、このバンド、初心者と、まあ、キャリアのある人が混在しております。皆さん、こんなことが一回で済むとは思わないでください。ドア玉がパラパラッと入っても大丈夫。楽屋会を見るお父さん、お母さんみたいな気持ちで、なんとか持ちこたえた、よかった、そういう見方をしていただければ、ありがとうございます。それではお送りしましょう。ジュリーの危険な2人。I'm gonna go.
がとうございます。ジェリー。紹介だけ4曲しかないからね、ここでやらないしね、紹介します、ギター宮本さん、これなんかこう社員ガイドですね、なんか面白いこと言うこんばんは、ご紹介します、水森アドです。デコちゃんです。よろしくお願いします。一番後ろにいるのにこの不動明王のような圧倒的存在感、どっかで走ったり戻ったりしてもこの人が調整するというそういう役割でございます。名前で忘れてたな。坂井田さんです。よろしくお願いします。以上です。アルマジロでもいつも大活躍しております、オンドラムス、ゆりちゃんでーす。うちの、ジェリーというバンドは、どうぞどうぞ。あと2人、あとから出てきますので、またその時に紹介したいと思います。バラードをお送りしたいと思います。それでは演奏を始めてちょうだい。Thank you.
生きてることさえ
ありがとうございます。もう、次の曲で終わりですけど、今ちょっとご紹介します。ですね、女の子なんですけど、女の子を2人、今から呼びますね。小山さよさんと、久美子さん、コーラスの2人です。どうぞ。Thank you.
Thank you.
ました。